ビジネストピックス、もやし生産にモーツァルトを。この番組は富士通とあなたと一緒にあなたの未来をユニオンバンクの提供でお送りします。もやしの生産にモーツァルトの音楽を聴かせ、より成長を促す試みが行われているオンタリオの富士ナチュラルフーズを訪ねました。1980年にできました。日本の親会社が群馬県にある富士食品工業って言いまして、そこが、日本でのもやしの大手です。この社長が、創業者なんですが、もやしっていうものは安いし栄養もあるし非常に健康的な食材であると。でこれをやはり世界に広めたいっていう、そういう願望がありまして、でそのためにやはりマーケットであるアメリカで、アメリカの人にこのもやしを食べてもらいたい、そういうことでこちらに子会社を作ったと。もやしにとって一番大事なのは水なんです。水を大量に使います。もやしそのものも 90% 水分ですから、いい水を使ったもやしっていうのはもやしそのもののクオリティも非常に良くなるんですね。で、いろんな場所を探していい水が取れるこのオンタリオの場所を見つけてここに作ったとした。この場合はですね、とにかく高品質でしかも安全なもやしをお届けしようっていうのをモットーにしてます。ですから中には同業者の中にはもやしの色を白くするために漂白剤を使ったり、根っこを溶かすためのケミカルを使ったりとか、そういうところがあるんですが、うちはもう全部自然のままのもやしをお届けしていると。でやはりもやしの中にバクテリアなんかが入ってちゃいけませんから、うちの中に独自のラブを持ってまして、そこで全量きっちりとした検査をやって、で安全性を確認して出荷してます。クラシック音楽をもやしに聞かせたらどうなるかって質問してみましたら、クラシック音楽がいろんな生物の成長にいい影響を与えてるっていうのはいろんな実験で証明されてるけれども、もやしについてはどうなるかわからないから試してごらんなさいって言われまして、それで昨年の1月から2月にテストをやったところ、うちの工場でもやしを作ってる連中が音楽を聴かせるようになったらはるかにいいもやしができるようになった、成長が早くなった、そういう声が出てきましたもんですから、引き続きそれ以降ももやしにはモーツァルトのクラシックミュージックが出てると、こういうことです。音域の中の高周波の一定領域の音っていうのが非常に生物の成長にいい影響を与えていると。でその領域を最も多く使っている作曲家がモーツァルトなんだそうです。それでモーツァルトを選びました。でモーツァルトのじゃあどの曲にしようかと思った時に、インターネットでこれも調べてもたくさんあるわけですね。でどれにしようか迷ったんですが、その中にお腹の中に赤ちゃんができたお母さんに聞かせるCD っていうのがあったんですね。でこれはもやしも種から成長していくわけですから子どもの成長と同じだと思ったもんですから、その CD を購入しまして、そのモーツァルトの曲を聴かせてます。そして杉山さんの案内で工場見学しました。これはこのロットナンバーっていうのはそれぞれ種ができた地域によって場所によって番号が違ってる。でこれはなんでこういうのをつけてるかっていうと、我々1日に今のカートで6台から8台ぐらい仕込むんですけれども、それぞれのカートには違うロットナンバーの種を入れる、っていうのはもし1つから菌が出てきたら、同じもし種使ったら全滅しちゃいますから、リスクを分散するために違うロットナンバーの種をそれぞれ入れて仕込むんですね。
のもやしです。これはね、あのチャイニーズの人とかコリアンの人はこのサイズを好むんですね。はい、これは12オンスです。あの慣れてくるとこっちの方が美味しく感じる。そうですね、美味しい。豆の香ばしさ、そうするとお客さんはこのいちいちその中を覗かなくても、あの中の状態が見えますので、これでちょっと売り上げが増えてきたんですけど、ね、その代わりフィルムは高いですけど、ね、これピースクラブ、これはあのチャイニーズの人がよく召し上がります。以前ここにスポンジを使ってたんです。はいはい、今はね、これ紙パルプなんですね。杉山さんの目下の課題はアジア系以外のマーケットへの拡大で、現在ヒスパニック市場へもやしとカップヌードルのセットコマーシャルを打って販売促進に努めています。ビジネストピックスを終わります。この番組は富士通とユニオンバンクの提供でお送りしました。